ちょラジオネストで今日もやっていくんですけど、今日はね、7700に行ったということで、今ね43位なんですけど、ね行った時はね35位とか4位とか確かそのくらいだったから、でそれは多分それをねサムネに使ってると思うんですけど、行ったのは本デッキですね、30C ロイフグですね。で 30C がね結構死んでるってね、言われがちだったんですけど、今まあでも俺ぐらいかな、言ったら 30C で今ね、30C で、トロフィーが上がってる人、まあ僕ぐらいなんですけど、まあね、30種はね、別に、てか全然強いなっていう感じだった。逆に30種がいなすぎて、30種メーターがいないので、まあ、結構ね、強かったなーっていう印象がね、ペッカとかよりも全然楽に上がれたかなっていう印象がありますね。って感じで、まあ残りシーズン、何にした？はい、2日と20日。なんでまあステイしても、まあ間違いなくもうグロランフィニッシュはできるかなみたいな感じなんですけど、まあね、20位ぐらいでフィニッシュしたいなっていうのと、あと8000は行きたいですね、絶対。なんで、まだまだ潜り続けますということで、ちょっとリップ解説をしてからね、マルチンでも行こうかなという感じで、いろいろ当たるんですね、今のシーズン。なんかこれが強いっていうのがなくて、いろんなデッキがあるんで、まあそんなに30種がただいないだけで、だから30種メーターがね、少ないんですけど、なんで気持ち5がいないですね。あ、まああと、5が多いデッキ、まあクロスだとか、あとはホグですね。今若干そのクイークが多くて、まあそこら辺が死んでるっていうのが、まあちょっとでかいですね。26ホグとかは間違いなくいなくて、クロスに関してはめちゃくちゃうまい、もう有名な人ばっかですね、上にいるのは。って感じですね。ってな感じで、まあ、こつとか、まあ、このデッキがね、今めっちゃ流行ってるんですね、このデッキ。この人も7位いってるんだけど、まあ、ロイホグ、迫撃ロイホグですね。で、このデッキにめちゃくちゃ相性いいんですよ、30C。なんで、そんな感じですね。で、ラバクロに負け、まあ、これも神相性なんですけどね、負けちゃったんですよね、ラバクロに。で、ジャイとかにはね、割と勝てます、トリトンが強いんで。ジャイファイボとかもね。あとこのトルネホグがきつい。マジできつかった。これが。これ負けて。あとじゃあスパーキーもきついですね。ザップがないんで。てかリセット系がないので。そう、スパーキーがきついですね。ぐらいかな。って感じで。何のリップが見たいのかな。これもうボコボコにされたんですけど。クロス引くと。クロスはもう無理かな。って感じですね。まあなんで、まあ、こかつかな。ツンキさんにちょっと。なら、って感じで。まあ、枯渇ですね。まあ、ウッド系がないから、枯渇ちょっと渋くねって思う人もいると思うんです。あとね、多分その俺の YouTube を見てくれてる人の、トロフィー帯に結構多分枯渇が多いような気がするんですよね。まあ、なんで、5000から6000ぐらいかな。多分一番多いの。だと思うので、そこら辺、まあ、ちょっと解説していこうかなという感じなんですけど、まず一つね、言いたいのが、枯渇だとね、まあ、一番いいか。なんだろう、ゴースト。まず、このゴーストを受けれるカードがね、ナイトとギャングしかいないので、ここでギャングを裂いた時に、2枚引き裂いた、引き裂いたじゃない、裂かしたら、受けがいなくなるんですね。なんで、こうやって、トリトンとかね、追加してあげると、相手がね、エリクサーなくなって、こうやってね、結構きつい感じになるっていう感じですね。あと、ハンターでね、バレルは完封できるので、真下にね、いいタイミングで置いてあげると、バレルを完封できるんですよ、ハンターで。なんでね、それを、方法とかも多分最後の方に右のタワーにやったと思うんで、そこら辺も見てもらえればなって思いますね。まあそれを知ってるだけで別に雪玉だけのデッキでも勝つにはね勝ちやすくなるし、あとゴーストは基本的に温存ですね。こういうとこも、まあ、ハンターとかを抑えていって、でこうやってナイト切るじゃないですか。でナイト切ったら、ナイトしか受けがいないなっつって逆サイゴーストパーンって端前単体投げて、これでインフェ、さすがにこれインフェで受けたくないので、このギャングを出したいぐらいのタイミングでね、ロイフグで先にタゲを取ってあげると、ゴーストが先行して、だけどロイフグがタゲを取ってるって形になるんでね、インフェ出されてもこうやって突破できるし、ギャングを出されてもね、ロイフグがタゲ取ってからゴーストがね、ギャングを殴るんで、絶対に、殴り勝てるんですよね。そうそうそう。で、こういう感じやって、ハンター、ですけど一回タゲ取ってあげて、バーンと。ハンターこの位置にね、出すと、完封できます。もうちょっと早いタイミングで出すとね、隙がなくても完封できるんですね。はい、なんで、こういう感じで、まあ、適当にね。で、まあ、30種とかを出してあげて、まあ、これロケットが来るんでね。まあ、ただ、ロケット打たれても片方のね、マスケ、この1マスケ、あ、これ相手が外したんだ、そうだ。で、1マスケのね、形ができるんで、別にこのマスケが2体死んでいても、そんなかなっていう。で、ナイト裂いたので、またこの受けがきついから、ロイフグをね、セパで投げてあげて、このタゲを取ってあげる。で、このゴーストが暴走するって感じですね。で、マスケも受けたい、ゴーストも受けたいけど、相手はインフィを出さなきゃいけないから、エリクサーもね、受けるカードもない。で、これギャング、
ここでね、まあ、ギャングじゃないや、ナイトですね。で、これハンター出してあげて、カンプーと、はい、いう感じで、まあ、プリンセスやんや、基本こうやってトリトン合わせてあげるのがいいですね。で、こうやってゴース先行からのルフグセパ。まあ、これをやってるだけでね、結構刺さるっていうのがありますね。で、まあ、でも相手の防衛もうまくてね、ここら辺で結構ね、刺さらないんですよ、全然。だから、あれちょっとこれワンチャン引き分けんじゃねえのみたいな空気が流れてるんですけど、まあ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 、でこれ相手も受けいなくてね、渋い状態ですね。でこれは最近にね、これでぶん殴ってあげて、まあ、ギャングを切ったばっかなんで、ね、ギャングがいない状態なので、こうやってでこっちはギャングが来るので先にハンターを端前に出します。でギャングを縛いてから、もう相手の受けがない状態でね、ロイフグを投げます。そうするとまあどっちも刺さるという感じでね、グッドゲーム。まあ相手の受けをね、把握するっていうのがね、やっぱどのデッキでも大事になってくるんで、ね、まあそんな感じですね。まあ小勝にはこんな感じで勝てますよっていう感じで、一戦だけマルチに行きたいと思います。ちょっとね、コントロール台だとちょっと、でもしかしたら負けたらもう一戦行くかも、ね、勝ったら一戦で終わります。さあ行きます。いやー勝ちたいね。最近生マルチ負けてるからね、生マルチ負けすぎて、来季お前のも負けてる動画あんま需要ねえぞっていうコメント来たから、はいはいすいませんっつって次の日グラチャレンジしたんですけど、まあね、コンクレートが上がったらね、さすがに負けても生マルチ需要あるかなっていう感じで思うんで、ね、あとね、マッチが長いんですよ。この4分35秒っていう感じでね、結構長い。そうだから、まあ、なかなかね。そう。で、俺昨日マルチやってる時ね、ミラティブやってて、もう試合昨日負けたじゃないですか。でもすげえなんか、やっぱ昨日もね、俺がやっぱ結構ミスしちゃって、勝てる試合とかもね、何個もあったんで、そうそうそう。なんで、まあやっぱりそれがね、ちょっと悔しくて、今日寝れなくてね。で、ラットまあ同じような感じで、だったんでね。ラットと二人で7000、あー、はじめ社長です。クロスだ。終わった。え？クロスじゃない！来た！やった！クロスじゃない！やった！マジで？やったぜ！これはいい！これはいい！よっしゃ！マジで来た！クロスじゃない！ババ？ババババルーンだ！来ました！ありがとうございます。ババババルーンだ。やった。クロスじゃない。で、ディガー使ったから、これ、もしね、あの逆サイにバルーン来てもいけるんで。で、バルーンでババババ出したばっかなんで、ね、これに、オーブンをしばき上げてから、ロイフグをね、セパします。よいしょーで、これ、ババがないので、ババを多分こっちに出したいと思うんですよ。なんで、トリトン追加したいけど、まあ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 。こんくらいで勘弁してあげようかな。マスキはね、あーやばい、あーやばい、終わったかも。この優秀スケで、うわーあーなんで、えってか、なんでスケ負けてんの、無能かよ。あーあーあー、持ってかれた。でこの位置にトリトン出すね。まあ一発でディガー一発だけで、ね、完封できるんで、やべえ最悪だ。あ、やった、たまたま拾えた。よいしょ。なんで、ちょっと待って、これめっちゃいい相性だはずなのにな、これよくねえな本当に。よいしょ。いやー勝ちたい、さすがに勝ちたい。はいはいはい、アイゴレね、アイゴレね。よいしょ。はい、よいしょ。オッケーオッケーオッケー。隠れろ隠れろ。いいよ。しかもこっちに竹取ってる。いいですね。オッケー。これはいいよ。いいタイミング。これちょっと雪玉が怖いので。よいしょ。オッケー。で、これで、からのオーブンかな。なので雪玉。ドーン。オッケー。で、これ多分バルーンがね、来ると思うんでね。先に出しちゃおうかな。よいしょ。いけ。うれ！よし。で、これアイゴレ切ったらね、こいつがきついんで。ちょっとやばいな。一発もう一発いけ。よしよしよし、センキューセンキューセンキュー。ワンチャンバルーンディガーが来るかなとは思うんですけど、
しよ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 し、来た来たよ、これは来た。オーブン間に合うな、オーブン間に合うな、いけ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 、よしよしよし、やったー、危なかったー、あめー。はい、ということでね、いやクロスなら 100% 死んでた、よかった、デッキ変えてくれてた。でもこのデッキでもここまで上がれるのすごいな。夏が終わった、いや夏が来ちゃったわ、来ちゃったということでね、23位まあ今日はね、こんな感じ、違う、いやもう終わります、動画終わります。はい、ということでね、始まると思ったのに、ね、始まらないです、もう終わりました。はい、ということでね、まあこんな感じでね、いい感じの環境になってます。このバババルーンとかはね、多分 30C 以外にはめちゃくちゃ強い環境なんですよね。だからその1位の、今グロー1位のね、このイモータルラポたちも、このデッキを使ってて、なので多分はじめ社長さんもね、使ってると思うんですけど、まあそんな感じですね。環境強いんでね、ぜひ皆さん使ってみてくださいということで、枯渇系にも強いんでね、枯渇系が多いよとかね、あ、メガナイトにもね、強いんですよ。メガナイトのリップあったかな、ちょ待って、メガナイトのリップあったかな、メガナイトにもね、強いんですよ、これ。うわーねー、マジか。はい、ってことでね、まあそんな感じで、ペッカとかにはね、もちろん強くて、メガナイトにもね、強いんでね、あ、ぜひ使ってみてください。トリトンでピュッて引っ張っちゃえばいけるんで。はい、ということで、今日はこの辺で終わります。またね、毎週午後やってるので、もしよければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わります。バイバイ。